己の心の中に生きる長政を信じ、お市は過酷な戦を懸命に生き延びようとしていた。一方、織田軍の支配が各地へ及ぶにつれ、一揆などの抵抗活動もまた激化していった。それらの動きに対してお市は何を思ったか、濃姫、森蘭丸と共に一揆鎮圧に向かうことを申し出たのであった。お市様、一緒に頑張りましょう。でも無理はダメよ。一頑張るから、長政様が許してくれたもの。開け根の国。Yeah.
あなたたち、ここで滅ぶわ。おめえさん、いいのになれそうなのに。残念だ。お市様って、こんな目をして人を斬るんだ。ノン姫様、最近のお市様って、頑張ってますよね。そうね。元気を出してくれて何よりだわ。ありがとう。負けるわけにはいかねえべ。ありがとう。一つ、二つ、三つ、ありがとう。ありがとう。仕方ねえよ、アザイは滅びたんだから。あっけないものね、人なのに。悲しみは忘れなさい。あなたは生きるの。ランマルくん、はい、ランマルがついてます。
武器を僕の視力を打ち尽くして、辛かったら私の後ろにいてもいいのよ。Let's go!
姉さんも結局は長政様が全部殺せって、全部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 この国。一を一致、あなたは生きる。ごめんなさい、連なりきたれそこの闇。長政様、見える？冥帝へと続く門が、開いたわ。